自分でやっちゃうか。
そんなことくらいわかっています。この数週間、あなたが私の邪魔をしたことなんてただの一度もないじゃないですか。もちろんです。あなたがそういう人だってことはもうすっかりわかっていますから。意味じゃないですからね。誤解しないでください。紅茶を入れますね。あなたは本当に面白いですね。あんまりいませんよ。そんなにすぐにごめんやありがとうの言える方は。ほらまた。どういたしまして。でも私、面白いとは言いましたけど、悪いなんて言ってませんからね。それで、どうしたんですか？私の休憩の機会をまた作っていただきに来られたんですか？やはり、あなたらしい気遣いですね。失礼。ここは、こう。お願いします。ありがとう。それ、
分類終わった分ですか？さっき私の顔に何かついてました？さっき私の顔見てたのに視線外したでしょ。何かあったから言い出せなくて視線をそらしたんじゃないんですか？あなたのことだから。そうですね。お疲れ様です。ありがとう。とても助かりました。さて、それじゃあ帰りましょうか。何か言いたいことがあるんじゃないかしら。きっとミスコンのことですね。はじめからです。いいえ、もっと前です。昨日も一昨日も。いえ、ここ最近のあなたはずっと言い出せないでいましたよね。そうだろうと思いつつ、あなたに作業を手伝わせ続けてしまいました。ごめんなさい。やっぱりお人よしですね。何がですか？あなたは二つ誤解をしています。まず、私が外堀を埋められたと感じていると思っているようですが、それは間違いです。あなたの考えはお見通しと言ったはずですよ。その上でお手伝いしてもらっていたのです。申し訳なさに追い詰められたりするような人間では私はありませんよ。そもそもあなたは外堀を埋めて断りづらくしてから頼み事をしようだなんて微塵も思ってないですよね。お見通しだと言ってます。あなたは心底お人よしですもの。さあ、どうでしょうか。それにあなたはもう一つ大きな誤解をしています。あなたは無茶と思っているようですけれど、別にそんなこともないと思いますよ。
極的にではないですけれど、ね。また誤解がありますね。どうもあなたは私のことを見通すにはまだまだ目が濁っているようです。どうして生徒会長が生徒たちが楽しみにして頑張って準備している催しをくだらないと断じますか？あなたが知らないのも無理のないことですが、去年もお願いされて出たことがあるんです。はい。ですから私にとって何のハードルもありません。むしろあなたの気持ちを理解していながら今日まであれこれ手伝わせてしまってごめんなさい。まるで好きな女の子に告白して了承された時のような反応ですね。やはり無理でしょうか。あなたも暇でないでしょうし。え、何がですか。それは。ついてたら何でもありじゃないですか。そうよね。分かってましたよ。当然あなたのことはもうすっかりお見通し、すべて予定通り、何の驚きもありません。ええ、そうなんです。
どうしよう。今すぐ本文を開くのだ。どうしよう。今すぐこのファイルを開くのだ。どうしよう。待ち遠しいであろう。いよいよ次は紫葉月城の登場だ。それでは紫さん、よろしくお願いします。皆様、よろしくお願いします。あなたは
的にはプロデュースする人が選ぶのが正しいかと思いますが、どうしますか？その不安は機関的なことですか？それともあなたのセンスのことですか？ごめんなさい、気にしないでください。機関のことなら、そうね、明日は時間ありますか？でしたら最後の週末ですし、衣装探しに行きましょうか。仕立てるわけでなければその場で買えますし。ではそうしましょう。それでいて全力で。え、確かにそうですね。それではお願いしますね。衣装を含めた私のプロデュース、それでは約束の時間に。え、それでは。島は寒くはないですが、空腹でいれば免疫力も落ちます。今倒れられたら私が困ってしまいます。それではまた明日。こんにちは。いいえ、今来たところです。そうですね、そうしましょう。しましたか？そうですね、それらしいお店を見ていきましょう。奥の方に行きつけの店があるので、何かしらはそこで見つかると思いますし。
しい服も嫌いじゃないけれど、さすがにちょっと子供っぽすぎて。ん？何か私の顔についてますか？変なこと考えていたでしょう。聞こえていたでしょ？お見通しですよ。やっぱり変なこと考えてましたね。まったく、物は言いようですね。しまうことがあって、そんなこと言われてもあなたも困りますよね。いえ、それよりむしろどうして声をかけてくれなかったんですか？それもそうですよね。後ろから眺めながら変な想像してませんよね。怪しすぎる間がありましたが、私の自業自得ですし、追及はしないでおきます。さあ、本来の趣旨に戻りましょう。任せるって言いながら、私も自己主張しすぎてますか？自分の一番好きなものを着ることが自分の好きな
反応。何でもないです。あなたはたまにいいこと言いますよね。さあ、あそこのお店行きましょう。行きつけなので勝手が分かっています。行きましょう。よく知ってるので遠慮なさらず。何してるんですか？ちょっと来てください。どうかな。やっぱりおかしいですよね。あなたってそういうこと平気で言うんですよね。服が可愛らしいのは分かっています。変じゃないですか？ステージ上でどんな風に見えるでしょう。それは褒められているのかしら。本当に変じゃないですか？よかった。プロデューサーが言うなら間違いないですね。本当に大丈夫？どう考えても私らしくないですよね。私らしさですか？あなたって変なところで自信満々に物事を断言することありますよね。いえ、私みたいな人間には時にはそうやって強く背中を押してくれる人が必要なのかもしれません。これに決めました。これで一括でお願いします。気にしないでください。
今日はありがとう。崖っぷちとかででしょ？そうなんですか？そんなことありません。今だってこの服は私らしくないのではないかと不安です。そうですね、何度かあなたに言われるとそんな気になってきます。そんな悪いです。タレントですか？そうですね。わかりました。お願いします。確か、こっちでしたね。よかった。あまり混んでなさそうですね。昨日はあの後すぐに食事をとりましたか？ありがとう。何かあったらまた相談しましょう。心強いです。それじゃあまた。どうした同志、面倒くさそうな顔をして。そんなに俺のことを褒めても何も出てこんぞ。礼には及ばんぞ、どうしよう。なーに気にするな、その言葉が欲しかっただけだ。これがツンデレ道というものよ、俺たか。何にせよ、情報は役に立ったようで何よりだ。うむ、同志の場合吸収力は素晴らしいからな。
これで今年も勝利間違いなしだな。いや、残念ながら今年もなのだ。どうしよう。どうし、去年のミスコン優勝者を知ってるか？うむ、そういうことだ。なんだ、今頃気づいたのか？楽しいことに違いはないが、同志なら大丈夫だ。そのための協力を俺も惜しまんしな。また何かあれば情報は提供しよう。そのことか。蛇の道は蛇と言うではないか。お前が心配することはない。どうしよう。いつからあっち側の人間に。どうしよう。俺もバカではない。究極の目的の前では合法非合法など問うてる場合ではないが、しかしあの動画は合法だ。現会長が全てのことを把握できているとは限らん。紫葉月は去年は会長だったわけではないからな。時の生徒会長も人のこと言うだけのことだ。欲するものを与えれば例外など簡単に認めてくれる。金銭の授受などしてはおらん。全ては合法だ。たとえ真相が闇に葬られていてもな。俺は嘘はつかん。迷惑かどうかは先方の受け取り方次第でしかないがな。今日もごめんなさい。ではこの件に関してはもう当たり前のようにお願いしちゃいますよ。ありがとうは言いませんよ。うん、それはそれですっきりしないですね。ですか？去年。Thank you.
めんなさい、寝ちゃってた。赤パジャマ、黄パジャマ、茶パジャマ。赤パジャマ、黄パジャマ、茶パジャマ。赤パジャマ、黄パジャマ、茶パジャマ。シャー少佐、そうしやしょう。シャー少佐、そうしやしょう。シャー少佐、そうしやしょう。もう目が覚めてます。眠ってしまった私が悪いのですが、あまり寝起きの人間で遊ばないように。あなたって一見真面目そうにしておいて、そのうちとんでもないいたずらをするから油断なりません。まったく。もしかして部屋を掃除したんですか？それもかなり。ええ、それはそうですが、仕事を手伝わせているのにこんなことまで。ありがとうございます。失礼。そうですね、おかげで少し疲れが取れました。気持ちよく作業の続きができそうです。いけないのはこっちだったようですね。ありがとう。面白い。いいえ、ただどんなことにお礼を言ったらいいのか、なかなかお礼を言わせてもらえないなと思って。やっぱり面白い。どうしよう。今後の作戦について解釈しつつ検討せんか。ほう、すでに解釈の予定が。ご主人様によろしく伝えておいてくれ。お昼の用意は必要ありません。手ぶらでいらしてください。今日はパンとかは持ってきていないですね。よかったです。もし何か持ってきていたら、私の権限で没収するところでした。というのは冗談です。ごめんなさい。最近は昼休みに作業を手伝ってもらってしまうことも多いけど、あなたはいつも購買のパンですから。裏メニュー？そんなものまであるんですか？
認させてください。クリームコロッケの主成分は？焼きそばは？それをパンで挟むんですよね。パンは？炭水化物と炭水化物を炭水化物で挟んでるわけですね。やはり今日のような機会を設けて正解でしたね。実は昨日お世話になってしまったお礼にと思ってお弁当を用意させてもらいました。意外でしたか？想像できていたのでは？待ってください。確かにお弁当を用意しましたが、残念ながら手作りではありません。そこのところはご理解を。あ、いえ、それはせっかくですからちゃんと手作りを用意したかったんです。我が家の料理人が作ってしまったんです。お礼の気持ちのつもりだったのに、自分で作れなくては意味がないです。そう言ってもらえると助かります。私が包丁や火を扱うことをすぐに止めるんです。できないわけじゃないですからね。やらせてもらえればできるんです。多分。どうしたんですか？難しい顔をして。え、似合わないですよ。それよりこちらへ。大丈夫ですか？少なくとも私の3倍くらいは。それは良かったです。そうですね、私もぜひそうしたかったです。そうしたいのは山々なのですが、料理人や使用人たちが目を光らせているので。なるほど、その手がありましたね。一要素のことは見落としていました。なるほどなるほど。時間を取らせてしまってありがとうございます。あんまり期待されるとハードルが上がりすぎるので、ほどほどの期待にしておいてください。知っているか？どうしよう。
今日は祝日だ。休みになる教育機関や職場も多いだろう。だがこの風名学園では12月23日は創立2年目から通常登校の日となったのだ。そうか、では特別に教えてやろう。この学園の初代生徒会長というのがなかなかの逸材でな、就任早々にクリパなどのイベントごとを次々と企画していったらしい。さらにクリパ前の準備期間を確保するという名目で直前の祝日を登校日として制定したのだ。そこが初代会長の欠物たるゆえんだ。登校日制定の条件として第1回クリパの成功と学生投票による3分の2以上の支持を打ち立てた。だがクリパは会長の導きもあり大成功に終わり、学生たちもほぼ満場一致で彼の考えを支持したのだ。当初反対の立場だった学園側も学生の意思を尊重するという形で認めることになったらしい。何がですか？あなたのおかげで助かりました。でもあなたは大丈夫ですか？本当にごめんなさい。
き上がれますか。安心しました。プロデューサーに怒られてしまう事案ですね。これは今後は気をつけます。ありがとう、助かります。戸締まりを忘れないように。みんな楽しみにしていますしね。さまざまなイベントが行われたり、模擬店が出たりしますから楽しみですね。せっかくのクリパですから、少しでも皆さんの成果を見て回りたいですが。そうですね。あ、やはりそれは難しそうです。私自身ミスコンに時間を割かねばなりませんし、他に当日業務が山積みです。私に構わず楽しんでください。よかったら後からお話を聞かせてください。ええ、何でしょう。そうですね、何かあなたの方からこうするようにとかあればですが、そうでなければ衣装さえ決まれば、あとは司会の進行に沿って皆さんと同じことをすればいいですし。ええ、あまり変なことを出場者にさせたら来年以降の開催が難しくなりますしね。あなたは去年の様子を見てどう思いましたか？皆さんの情熱すごいですよね。学生イベントらしくていいかなとも思います。やっぱり自分が出るというのは少し恥ずかしいですが。堂々としてないと私らしくないですしね。何がですか？もちろん優勝は嬉しい気持ちがゼロではないですけど、そんなに重要ではないですから。むしろ生徒会長がいただくべき栄誉ではないという気もないではないです。どのような結果になってもいいじゃないですか。あなたが気に病むことはないです。
そんなに深刻な顔をしないでください。それに本当に今年は優勝しなくてもいいというか、できればしない方がいいかなという思いも。ってこんなこと言ったらあなたに悪いですね。多かったんですよね、ミスコンの後。なんというか、ひっきりなしに告白を受けることになってしまって。一番ひどい時は昼休みに30人が列になって。それが男子だけじゃなくて、それに男性教師の方にも。冗談だって言ってましたけどね。そんなに気にしないでくださいね。そうでんがな、ですね。でも、よかったと思ってるんですよ。こうして、あなたに今年誘ってもらって、準備期間も、この前も、すごく楽しんでますから、私。結果は本当に気にしないで。ありがとう。それじゃあ、また明日。はい。逆に尋ねます。私、今誰かとお付き合いしているように見えますか？それと、私はお付き合いすると決めた相手と1年を経ずにお別れするように見えますか？なるほど、それは確かにそうかもしれないですね。でも結局誰ともお付き合いはしていないです。みんな断ってしまいました。お父様のお手伝いや学園の生徒会長としての職務などやらねばならないことが多いですし。残念ですか？誰ともお付き合いしたことがないようなつまらない女と思われてしまったかなと。むしろ、プロデューサーさんにつまらない女って思われないよう頑張らないといけなさそうですね。それでは今日はこれで失礼します。ごきげんよう。